レバナスで自由を手に入れる。レバレッジ投資家五木です。本日もよろしくお願いいたします。今日は前半戦、資金力が少なければ少ないほどね、レバナスよりティクルの方がいいんじゃないかということで、2倍より3倍、レバレッジのかかっている、ね、ものの方を活用していけばいいのかなというところと、後半戦、ソクル、チェブ、ウェブル、こちらの方をね、観測をしていきたいと思います。それでは、スタートです。 はい、ということでね、まあ、資金力が少なければ少ないほど、レバレッジをかけていった方がね、え効率がいいというのはね、え前回の動画の方でもね、出させてもらってるんですけれどもね、よくよく考えていきますと、ソクルとかね、ウェブルとかティクルとかっていうのをね、見ていってますと、やっぱりね、レバナンスよりもね、上昇傾向っていうのが強いんですね。えもちろんね、下がるときはね、それだけレバナンスよりも素ましい勢いで下がっていくんですけれども、えこうなっていったときに、ん、結果、 上昇していくんであればね、2倍より3倍の方がいいんじゃないか。えー、レバナス3倍かかってるのないかなと思いますと、まあ、ナスだけ103倍ぶるっていうのがね、実はあるんですけれど、これが23年のね、10月で償還予定ということになっておりますので、長期積み立てにはね、全く向いていないと。23年の10月に、ね、なって、これ、延命されますよと、無期限になりますよとなれば話は別なんですけれど、まあ、なるかならないか、そこにね、 勝負をね、えー、かけていくわけにはいかないという、えー、ことになるわけなんですね、えー。そうしていきまして、まあ探してくるとね、本来は T999 とかっていうのもね、えー、あるんですけれど、これ、日本のね、特定口座、こちらの方でね、購入することができないと、えー、なってくると、うん、レバナス関係ではやはり無理か、となって、 た場合にね、ティクルっていうのが、レバナスにね、かなり近い ETF 商品ということになってきてますので、こちらの代替えしていけば、資金力が少なくてもね、最大限活用していけるんじゃないかということをね、思いつきましたので、来年以降、多少こちらね、保有して、 ちょっとレバナンスとね、比較していきながらね、本当に私が思ってるぐらいのね、パフォーマンスを叩き出してくれるのかどうかっていうのをね、皆さんに代わって検証していきたいなというふうに思ってるわけなんですけれど、ざっくりとね、このティクルの内容っていうのを見ていきますと、TECL とディレクションデイリーテクノロジー株ということで、テクノロジー株の方に3倍のね、レバレッジがかかっていると、設定がね、意外と古くて、2008年12月の17日ということで、経費率1.3 01%レバレッジがかかっているね商品ではまあ、経費率2.01%普通かなと思いますそうしましてね分割の方がねすでに3回されております直近ではね2021年3月の2日に十分割されているということでそれだけ値段が上がっていくすごく人気のある商品だということなんですね構成銘柄の方も見ましてもね75銘柄ぐらいで、ね、構成されているということで レバナスはナスダック100指数なので、100社ということなんで、25社足らないだけなんですね。ウェブルとかソクルとかですと、なんか50社以上足らないみたいなね、形になっておりますので、レバナスに近いね、値動きをしてくれるんじゃないかということで、まあ1位がアップル、2位がね、マイクロソフト、そして3位が NVIDIA ということでね、まあ最近注目の NVIDIA はね、しっかり入ってきてると。 レバナスとの違いっていうのはね、Amazon アマゾン、フェ o o ブッ o o ーグル、ネットフレックス、テスラが入っておりません。その代わりに、ビザとオマスターカードが入っているということでね、若干の違いはあるんで、まあ、レバナスはレバナスで保有する、ティクルはティクルで保有するというのはね、十分ありかなと。このティクルっていうのはやっぱりね、Apple とマイクロソフト、こちらの方のね、割合がね、26%ぐらいをね、まあ、占めているというところ。パフォーマンスが出るとき。 上昇していくときですよね。かなりね、左右されてくるということで。明日レバレッジがかかっているということでね、まあレバナスよりもね、上昇の期待度はかなり高いんじゃないかと。過去11年間のシミュレーションを見ますと、ティクルの場合は52倍になっているということになっております。 純資産総額なんですけれどね、ソクルが40億ドル、ティクルが25億ドル、SPXL も25億ドルということなので、もう純資産額に関してはね、何も心配する必要がないのかなと。海外 ETF のね、純資産額の1位がソクルです、2位がティクルですということなので、まあ純資産額、たるたらないということはね、もう考える必要がないのかなと。ここがね、高ければ高いほど、たくさん集ま,集まっているほど、償還というのがね、起こりえないという とことになってますので、まあ、ここまでね、上がりきっている証券会社さんから見たらね、えー、ドル箱をね、えー、その稼ぎ頭、ね、自分の会社のね、売り上げの稼ぎ頭をわざわざね、召喚して潰すということは考えれませんので、えー、このあたりね、心配する必要がないと。こちらの方がね、レバナスの1年間のチャートになっております。こうやって見るとね、私から見ると、レバナスってさざまなみだなということでね、結果、右肩上がりになっていると。 今年も何やかんや言うてね、今年のまとめといたしましてはね、やっぱり1月3日あたりにね、一括投資されて、それをね、1年間放っておいてガチホールとされた方が一番ね、今年はパフォーマンスをね、出されたのかなということで。まあ、ただ私はね、その一括投入する金額がありませんので、毎月5万円ずつ積み上げています。まあ別にこれはこれでね、調整局面、もうちょっと強い調整局面、もしくは暴落局面が来た時にはね、ドルコスト平均法が生きてくるのかなということで、 えただ、基本的には一括投資できる金額ある方であればね、まあ、1月3日、一般人差額、目いっぱい120万まで。 入金してしまうのがね、これ正義なのかなということでね、今年1年振り返ってみたレバナンスは、まあ一括投資、1月にね、された方が一番パフォーマンス出てたんじゃないかなと。ただしね、え別に我々、毎月ね、積み立てされてる方、悲観する必要はありません。10年後に勝値組に入ってる、入ってないのポイントはレバナンスを保有してるか保有してないかですのでね、まああまり細かく考える必要はないんですけれども、まあ来年に向けてね、今一括。 投資しようかな、分割にしようかなと、まあ悩まれてる方もいてると思いますので、一般人サーグ使うんだったら、もう1月3日、ドン、これでね、えー、結果は出るんじゃないかなと思います。話を元に戻しますと、まあレバナスのね、結果今年も右肩上がりでしたということで。続きましてね、こちらの方がティクルのね、1年間のチャートの方になっております。レバナスよりもね、やはり下落率、上昇率、ともにね、3倍のね、レバレッジがかかってるという分ね、まあ上がってるのかなと。えー、特に後半のね、えー、このあたりで ですよねはい後半のね下げて上げて下げて上げてっていうところこれねドキドキした方もねたくさんいてれるんじゃないかと思いますけれどもね。え、まあ このね、チャートを見ていただくと、やっぱり右肩上がり、かなりね、この上げ下げはレバーナスよりもやっぱり激しくなってきますけれど、この上げ下げがないとね、パフォーマンス発揮していただけませんので、ここね、下落率が高ければ上昇率も高いということになってますので、まあ、このあたり耐えれる人ですとね、ティクルの方がね、パフォーマンスが出てくる、ね。やっぱりナスダック103倍ブルのね、代わりになるのはこれしかないんじゃないかというぐらいのね、パフォーマンスを叩き出しております。下落率にね、 耐えれるかどうかね耐えれる人だとティクル面白いですよねちなみになんですけれどソクルこちらの方の1年間のチャートを出しております全然右肩上がりじゃないでしょうということで、えー、最後ね、えー、10月ぐらいからガーンと上がったんですけれどまあそれまでは レンジ期間ずっと続けてましてね。んで、いきなり急上昇。またね、来年、レンジ期間をずっと続けて、いきなり急上昇っていうのをね、していくのがソクルということで。まあもちろんね、右肩上がりになってるんで、基本的にはね、こちらを所有しててもいいとは思うんですけれど、レンジ期間がめっちゃ長いんで、この期間中にね、皆さん、ホールドし続けることができるのかなと。レンジでね、上がってる時はいいです。下がった時にね、しっかりホールドできるのかなと。 ティクルは何やかんや言っても、こうやってみたらざ波でしょティクルも。はい。右肩上がりになってるんでね。ソクルと比べると、やはりね、ホールドしやすさ。一番ね、このね、レバナス、ティクル、ソクル、ウェーブル、こちらの方をね、保有していく中で一番ダメなのは、 長期保有を、ね、目的として、長期積み立てを目的として、ね、保有しているにもかかわらず、短期で売ってしまう、要は下落したときに、もうこれ以上精神的に耐えられない、このドキ,ドキ感を味わえないという人が出てくるのが一番ダメなパターンですね。もうそれ負け確定になりますから、長期で、ね、持っていれば必ず右肩上がりで上がっていくというのが、まあ、インデックス、ファンド投資ということになっているんですけど、それが、ね、耐えられない人がいると。 ソクルはちょっとね、えー、きついかなと。ティクルでもね、えー、私は大丈夫ですけれどね、普通の人だときついかなという気があるんですけれど、まあこうやってね、えー、ティクルとソクルをね、えー、比べていただければ、まあまあ一目瞭然だと。さあ問題はですよ。会話ですよ、会話。 ティクルね、会話、いつなのかと。レバナスの会話っていうのはね、私はね、資金があって注入しようと思われてるんだったらね、すぐ注入した方がいいですよということをいつも言ってるんですね。なぜかというと、私がね、今年の5月の28日に保有した時のレバナスの基準価格が29,800円ぐらいだったんですよね。10月とか12月にね、調整局面来ましたけれど、結果、5月の28日の29,800円までは下がってないんですよ。 ということは、調整局面来てから顔顔思っててもね、その間にぐん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 レバナスっていうのは上がっていてくれてね、結果調整局面来た時にでもね、対して下がらずに、あーまあ、もう5月の28日に買ってた方が良かったなっていうね、ことになるので、レバナスはね、買うタイミングはね、測らずにね、できるだけ早めに投入しておく。どうしてもね、調整局面来てから欲しいとかって思われる人は7割か8割今購入しておいてね、1割か2割ね、残しておいて調整局面来た時にね、 残りを。 足してみてくださいと。結果ね、あ、初めに入れててよかったなというふうにね、まあ基本的にはなると思いますけどね、まあ心配な方はそういうね、分割ということをね、するっていうこともね、いいんじゃないかと。えただ、ティクルにしましてはね、やっぱり今年1年間でもかなりの上げ下げがありましたし、3倍かかってますんで、下がるときはね、ある程度ガツンと下がってくれるんでね、ちょっとこちらはレバナンスは毎月積み立て、もう私してますからね、レバナンスは毎月積み立てしてて、そのプラスアルファでティクルの方もね、購入していこうと思って、 ててますんでっくるとねちょっと話が変わってくるということで、ちょっと下落局面でね、仕込めれれば仕込みたいなということで、ティクル52週の高値が88.74なんですけれど、実はね、えー、現在値90.5ということなんで、もう最高値クリアしてしまいました。52週の最安値が34.60なんですね。えー、直近の調整局面来たとき見ます。えー、12月20日、73.57。12月の3日 73.、73.16。 11月の9日、74.86っていうのが、まあ直近のね、えー、調整局面で下落したとき落ちていった。 値なんですねえ。そして10月の調整局面はでかかった。54.99だったんで、このあたりでね、仕込めれた人っていうのは今、天国状態になってるんじゃないかなと思うんですけれども、3月2日にねえ、十分割されました。十分割されたぐらいでね、仕込むのがいいのかなということでね、5月の11日は39.37、5月の7日が35.50ということになっておりますので、このね、3月2日に十分割されてから、 このね、3月、5月っていうところでね、ぐんぐん上がっていったということになるんで、あまりこのあたりの数値っていうのはね、うん、ここまでもうね、下がらないんじゃないかと、うん、大暴落が来ない限りはね、ここは下がらないんじゃないかということでね、来年のおそらく調整局面しか来ませんので、このあたりの水準までね、5月11日39.37っていう水準までは下がらないと思いますので、このね、10月の3日、そしてね、それ以降の部分でね、購入する基準 順次とといいいうの、ね、考えていきたいと52週の最高値が88.74、現在値90.5、ね、もう90ドルまで行ってしまったというところで考えていきますと、まず一つ目のパターンといたしましては、ね、調整局面が来て、75ドルを切れば、ね、ここ、買い場スタートということになっていきます。で、今年ね10月の3日、なんとか60ドル切っておりましたのでね、ね万が一60ドル切っていればね、ねさらにね追加をするということで、私の のの方はね、出す基準値っていうのを考えましたやはりね、60ドル切るまでね、待っておこうなんて思ったらね、いつまでたっても買えないという可能性がありますので、75ドルをね、切ってくれば、ここからね、徐々に拾いや出していくと。あの資金的には半分ぐらい75ドル切った時に入れておいて、60ドルね、もし万が一切れば残りの半分を投入するという感じでいいんじゃないかと。現在値が90ですから、まあ75ドルでね、拾っていたとしても、まあ、15ドル、最近がね、 受けていくと、まあ別に短期で売るつもりはありませんのでね、えー、このまま上昇していってくれますと、4回目のね、えー、分割っていうのが来るんじゃないかということでね、えー、ティクル、ソクル、こちらの方はね、すごくね、人気のある商品なので、本当ね、えー、分割、分割っていうのがね、えー、されていくと。えー、分割されていけば私たちの保有株数も大きくなっていきますのでね、えー、楽しみじゃないかというところがありますんで、で来年、 調整局面でね、ティクルがこの、ね、75ドルを切り出したら私は買い出していくと。ただしここでね、全力で買うんではなくてね、2回目の60ドルがね、そのまま切っていくようなね、状態になればね、2度目のね、買い増しをするということでね、いきたいと思います。 さあ、それでは後半戦、ソクルの方をざっといきたいと思います。現在地72.99度。先週末67.4インチですから大幅に上げてきました。開始が68.09、高値が73、安値が68.07ということでね、52週の最高値、ね、52.51をもうこれね、クリアしてきましたということで、今年中にね、どこまで上がっていくのか楽しみということで、もう今年はソクルに関しましてはもうね、会話の方は終了と思っておりますので、あとどこまで上がって っていいいいくののかかななとうのを楽しんでいきたいかなと思います12月27日ね、ね10月の土正局面でデータ取りのためにね1株残しているソクル、なんとプラス98.50%まで来たと。できることならば今年中に100%超えを見せてくれということでね、ね私が保有している中の商品で初めてね100%超えということになっていきますので、これ実感しておりますとね、ね次、ソクルの下落局面。 調整局面が来たときね楽しみに買っていけるということになります。CWEB12.33 第週末の終わり、ね、12.39ですから若干下げました。開始が12.15、高値が12.80、安値が12.15ということになっております。52週の最安値11.32ですからね、もうこちらの商品は見ざる、聞かざる、当面塩つけということで。まあ、来年 一年ぐらいほっとけばんとかなるんじゃないかなということでね、えー、召喚くらわなければいいんで、えー、チェブ頑張ってくれということでね。えー、さあ、12月の27日、マイナス36.30%。何度も言いますけれど、これマイナスくらってるこれパラメーターですからね、今売ったらマイナス36.30%ということなので、売らなければれ、一切ね、何も。 マイナスにはなっておりません。はい、えー。プラスになってからね、売ればいいだけのことですから、ここでね、やばいとかってね、えー、思わないようにと。レブルですね。えー、現在値67.54。週末の終わりね、66.30。上げてきましたね。開始が66.6。高値が68.19。安値が66.6。52週の最安値54。52週の最高値98ということで。えー、こちら、ちょっとね、えー、ティクルとかアソクルに比べますと、上昇率がね、悪いような気がしますけど、 けれど大丈夫です。ソクルもこの前ね ガツーンと2ヶ月半ぐらい前にね、いきなり急上昇したということがありまして、ウェブルの方もね、アマゾンの株、アマゾンの株ってたいね、レンジに入って爆上げ、レンジに入って爆上げということになっておりますのでね、こちらもね、爆発していくね、力を貯めてると。もうね、バネをギューッと絞っていけばね、話、はい、した瞬間のね、上昇率っていうのが高いんで、アマゾンそれだけね、設備投資入れておりますので、問題ないということでね、待っていきましょう。 レベル12月27日、プラス8.86%となってきましたので、まあ、なんとか今年終わるまでにね、プラス15%ぐらいまでになっていてくれると嬉しいなと個人的には思いながら、今日の夜もね、アメリカの市場の方が空いていきますので、23時からライブ放送の方をかけていきます。その中で何かね、ご不明に思った点とか、まあ、いろいろありましたらね、コメントいただければ、お答えの方できますので、ライブ放送のご参加もお待ちしております。 最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。